35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画、一問一答形式オート c a d マスターへの道ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オードディスク製品のオート c a d とレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。たくさんの方にチャンネル登録いただいています。ありがとうございます。 起点コピーについてというお問い合わせがありました。起点コピー便利ですよね。便利な機能なんですが、こういった弊害があります。ファイル間コピーで有効なため、便利機能として重宝がられているんですが、起点コピーというのはオートキャドでいうと、オブジェクトだ線だとか文字だとかの情報だけではなく、コピー登録した際の現在層だったり、その他の情報も一緒にコピーされてしまいます。 ということは、使わないデータが多くなると、オートキャド自体ですかね、ソフト環境というところに行くと動作が遅くなるという影響がある場合が出てきます。ですので、定期的に不要な尺度リストの削除、これバージョンが上がると自動的に尺度リストの削除を行ってはくれるんですが、いらないゴミが溜まるというところも覚えていただければと思います。ですので、提案としましては、起点コピー。 ま便利な機能です。だけではなくて、ブロックの挿入だったり、デザインセンターでの挿入ですね。をお勧めさせていただいています。入試レッスン tv オンラインのお問い合わせは line でお受けしています。line 限定セミナーやイベント情報、お得情報などをいち早くお届けしています。 いかがでしたでしょうか本日のビミシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーータムでした。